今日からまあちゃんとやっていくかっていう感じです。で、やっと雨がなし、あとねカーポートなんですよ。でカーポートの屋根をかけるって時にどうしてもあの支柱のね、わかるかな、これがですね、この支柱がここ出っ張っちゃって邪魔なんで、ちょっとあの屋根と同じ角度にして、あの出っ張った鉄柱も切ってみようかなと、ということをしてみようかと思います。まあね、あれ基本的にあの鉄柱に対してこう、なんだろう、家のこっち家側で、家側からこう押されてパタンってなるっていうことはないと思うんで、あと、鉄柱が1本ね、支えとして地面60センチぐらい、30センチぐらいかな、あのコンクリートの足場、コンクリートごと埋めてるんで、あの30センチぐらいの長くしてね、60センチ、まあ大丈夫でしょうということで、鉄柱の今日でブルーシート、カーポートをやっていくんで、まあ、そこからやっていきます。はい、じゃあですね、まあ問題になっているのがこれっすね。これがこの、まあ、たるきよりも出っ張ってるから、ブルーシートの屋根かけた時にどうしてもあの邪魔になると。でこれの鉄柱の角にあのブルーシートが当たるとそこから破けるんで、まあ、ちょっとこれを斜めにしようと思います。はい、どうもイズログです。イズログですっていうのはどうかと思う。まあ姉妹図でいいかな。じゃあ姉妹図です。はい、でですね、今回から、ウッドデッキは前回までの動画でできたので、カーポートの完成までを動画にしてます。まあこの動画1本ではちょっとまとまらなかったんですね。多分30倍速とか結構雑な動画にしないとダメだったんで、ちょっとここら辺ぐらいはちょっと丁寧に作っていきたいということで、ちょっとあの丁寧に作っていきます。気持ち丁寧に作っていきますね。まあ、ここが一番ネックだったんですね。なんでかっていうと、ここが切れてるから、なんていうか、あのカーポートにですね、車が収まりきらないんですよ。だからカーポートに入ってるくせして、こう車がですねびちゃびちゃに濡れてるというので、あんまりカーポートとしてあの機能してないっていう残念なカーポートになっちゃってたんで、であとですね、ここトタンを打ってないところは本来ここから屋根にあの登ってたんですよ。特にあの屋根の雪止めですね、雪止めの錆がすごい激しかったんですね、ここだけで。あとは何年前だっけな、3年前か4年前ぐらいにですね、で本来まあ多分その過去動画を見ればわかるんですけど、あのここにはですね、風除室っていうのがあったんですね。まあ、これ風除室っていうのは雪国ならではのもので、なんていうんですかね、玄関が二重玄関になってて、その手前、まあ、その二重玄、なんでしょうね、玄関ドアが2枚あるんですよ。あの二重窓みたいな感じで、玄関の戸も二重になってて、そんで、なんていう言葉で言えばいいんだろうか。その2枚、まあ、最初の1枚目ですね、家に入る玄関戸の手前にあのもう1枚扉があって、そこがですね、あのちょっとしたあのスペースというか空間になってるんですね。でそこでですね、あの家に入る前に雪とかを下ろして、そんであの家に入る玄関戸を開けて入るっていうですね、あの雪国ならではの、雪国ならではの、まあ、本来はね、あのそういうものなんですけど、この青い板があるんですけど、そこにあの木が打ち付けてあって、まあ大体このカーポートの屋根みたいな感じでついてたんですね。で、前の売り主の人にも言われて、あの足が腐ってるから倒壊するかもねみたいなこと言われてて、最初の1年目は持ったんですね。で2年目だ、2年目で倒壊をしていました。さすがにあの雪の重みに答えられなくなっちゃって、なんでそれを諦め、鉄
鉄のね単管でこれ組んでる最中ですね。でもなんかこう感覚が微妙に決まらないんですよ。というのも確かねトタンの横幅がね60センチだったと思うんですよね。で今この波トタンだっけな、波トタンじゃなくてアクリルトタンかな、ちょっと忘れましたけど、それの幅がですねまちまちなんですよ。なんでかって言ったらその納屋に残地物としてあったやつ使ってるんで、あれなんでウッドデッキが映っているのか、ちょっと編集ミスですね。うん、まあそんなこんな感じです。こんな感じで、やっているんですよ。でやっぱりトタンの幅がまちまちで決まらないんですよね。でやっぱりこれ一番こうスペースも微妙なんですよね。だから脚立をかけてもその決めたい角度で決まらないんですよ。で今これ動画で喋りながら気づいたんですけど、このおじさんちょっと社会の窓開いてますね。がっつり開いてますね。動画を見ながらね自分閉めろやおめえつっても自分なんですけど、まあいいやめんどくさいんで、もう編集動画の編集はもう一発撮りなんで、もう撮りためちゃったものがあるからしょうがないんで、まあ、涼しそうでいいですね。濡れなくていいと思います。でもまあ話をもうシリアスなものに戻して、まあ、ここにちゃんとあのカーポートの機能が備わればですね車が濡れないんですよ。でやっぱりその車の塗装も剥げるんですね。まあ元々剥げてる中古を買ったからなんですけどね、やっぱりそのピチョンピチョンピチョンってあの垂れてくるんですね。トタンの隙間がだったりあの割れ目かな。でやっぱりそこだけがあの水落ちるんで、なんでしょう、フロントガラスにも何箇所かあって、そこガラコ塗ったばっかりの時はいいんですけど、やっぱりあの時間経ってくるとそこだけあのガラコ薄くなってきて、そこだけあの水弾かなくなっちゃったりするんで、それがちょっと嫌だなっていう感じですね。でまあとうとうですねあの決まらないんですよ。トタンが打てないんで、あのこのピンって伸びてるポールをあの切ることにしました。やっぱり単管パイプを切るってのは嫌なんですよ。長いものが短くなったらもう長くできないじゃないですか。それが嫌で嫌であのずっと渋ってたんですね、今切ってるやつなんですけど。でもまあとうとう切らざるを得ないなというわけで切ってますね。でやっぱりその今使ってるのはバッテリー式のあのやつですけど、やっぱりバッテリー式のやつだとあの単管切るにも時間かかりますね。パワーないんでいかんせん。であの自在のクランプも結構キワっていうか、あのもう下手したらあのクランプごと切るかもしれないぐらいの切ってるんですよ。でまあちょっとすごい際どいところですね。まあ、ちょっと隣にも入っちゃってるんですけど、この日は、ね、あの日曜日で、まあ、隣はやってなかったような気がしますね。まあ覚えてないんですけど、かなりこればっかりはですねきつかったですね。こうやって切ってたっけな。でそう途中でですねその届かなくなるんですよね。あの切るサンダーグラインダーのですね切る刃をつけてるんですけど、あれが届かないんですよね。これあともうちょいで切れるのに刃が届かないんですよ。で裏から切ろうにも裏から切ったらですねあの自在を切るんですよ。でこれどうしたもんかなって思いながらすげえ悩みながらやってるんですよね。でこれ4年目の DIY なんですけど、まあこれから上げる動画は全部そうですけど、結構ね動画を回してからもあの途方に暮れてる時間が長いですね。自分でやっぱり思うのは
それくらい難しいですね。もう寸法バチッと合わせないとダメな作業に来てるので、こればっかりはどうかな、こればっかりはちょっときついところに来てますね。まあようやく切りましたね。でバリは取れてないですね。もうそこまでやるのはめんどくさかったんで、であとはこのトタンを打つ骨組みのこの材の間隔が決まらないんですよね。あでももう決めたか。で決めたは決めたでいいんですけど、その釘を打てないんですよね。本来もう釘トタンをつけた状態の屋根をよいしょって乗っけるから、こんなめんどくさいことを本来しないですよ。でもまあこれは一人でやってるし、その一人でやるにはどうするかっていうのは常に考えてやってるし、まあな、前回かな、前々回の動画でも喋ったんですけど、やっぱりその DIY の時点でもうちゃんとそのまあこれはここまでやればいいか、じゃあここまで行ったら明日の風は明日吹くからそれに任せればいいさ的な感じでやってたんですけど、もうそれダメですね。もう出口な、もう絶対にもう出口はこうだっていうふうに決めてそれで行くしかないですね。でそこまで決めてやったことがですね、屋台骨になって、あやっぱりこれここにこうやってやっときゃよかったなっていう後悔っていうのはもうやってるうちに出てきちゃったりするんですけど、やってるうちにその後悔があったら一旦その吟味するみたいな感じで、いやーでもこれメンテナンスをするときやっといた方がいいかなっていうので、後悔の度合いが強ければそのプランは変えるようにしてますね。まあ、結構曖昧な基準ではありますけども、出口戦略っていうのは絶対なきゃダメですね。もうそれを後悔しながらやってます。もうこれで決めちまったもんなので、もう後悔をしないという覚悟でも前に行くしかないっていう感じでやってますね。もうこれ一旦完走しなきゃダメですね。もうダラ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 やってても意味がないです、やっぱり。でも全然最初に比べればいい家になってきましたよね。いやそもそもこの家の救いとしてですね、シロアリがいないんですあんまり。でそれとまあ古い家だから屋根裏が超寒いっす。屋根裏天井裏かで、今のなんか建築基準法ってあんまり調べてないから分かんないですけど、気密性が高すぎて屋根裏の空気の循環量がなんかないらしいんですよね。だから屋根裏での張りとかがあれかびちゃうらしいですね、ダメな家っていうのは。なのでそこら辺は全然いいんですよ。張りも全然、むしろ乾いてて割れてたところがあったかな。だからもう湿ってるよりかは木材っていうのは乾いてれば強度が出るんで、全然それは安心できました。はいとですね、まあこれ途中で動画終わりますけど、まあ2本立てでいきます。とにかくね乾燥して、乾燥してからねまた何かやりたいことがあるかどうか、やった方がいいかどうかっていうのは考えながらやっていきます。あ原点としてはですね、四国のねお遍路参りのお遍路さんを助けてるお坊さんに会ったことと、共生者っていうですね、山奥にっていう人がかつていたところに行ったこと、それが原点で今作ってます。まあ、来年から細々となんやかんややっていくと思いますので、まあ、今日の動画はこれで以上です。ではでは。